アウロラのイプシロン、ラッカーグレイ CT です。アウロラはイタリアの最初の万年筆メーカーとして、トリノ市のバジリカ通りに創立されました。アウロラという社名は黎明、つまり夜明けを意味しています。文字通りアウロラはイタリアの筆記具の歴史の夜明けとなりました。今回紹介するのはアウロラのエントリーモデル、イプシロンのラッカーグレイ CT です。まずはデザインを見てみましょう。イプシロンは鮮やかなカラーと高級感あふれるデザインが人気で、ギリシャ文字のイプシロン、 Y の形をしている Y クリップが特徴です。リングにはアウロライタリーの刻印、クリップのリングにもイタリーの刻印があります。メイドインイタリーにこだわり続けるアウロラは、そのデザインにも定評があります。口金は小さめです。アウロラはペン先からボディに至るまで全て自社の工場で生産する真のイタリア製筆記具メーカーとして認知されています。透明感のあるラッカー仕上げのボディ、なかなか表現のしにくい独特の模様が特徴的です。高級感と落ち着きのある大人のデザインでありながらも、唯一無二の個性を放っています。とてもかっこいいですね。深みのある色合いのラッカー仕上げ、とても落ち着いた大人の雰囲気が漂っています。このように触ってもボディには指紋がつきません。イプシロンはキャップノック式です。キャップをノックすることでペン先を出し入れします。このようにボディを振っても音がしません。同じキャップノック式ボールペン、カスタムヘリテージ91、振ると部品が当たってカチカチと音がします。イプシロンは剛性がよく、とてもソリッドです。それでは重量を測ってみましょう。重量は 35.4g です。次に長さを測ってみます。長さは 137.2mm です。やや短め。軸径は 10.8mm、 キャップ部分の径は 13.3mm です。それではイプシロンのインクリフィルを見てみましょう。軸を回転させて取り出します。アウロラのイプシロンはパーカータイプ G2 規格のインクリフィルが搭載されています。長寿命のタングステンリフィル M サイズです。パーカータイプですので、パーカーのクインクフローはもちろん、三菱鉛筆のジェットストリームやロメオのイージーフローなどのインクリフィルと互換性があります。
イプシロンの重心はほぼ中央位置にあります。ちょうどいいバランスだと思います。ペンを握った時の重心はちょうどこのあたり、しっくりきますね。それでは筆記してみましょう。ちょっとかすれますね。ペン先が重い印象があります。特に書き始めのインクフローが今一つです。重たい書き味でペン先が走りません。発色もあまり良くない感じです。うん、重い。このボールペンは長期保管されていたので、インクが古くなっているかもしれないですね。あまり気持ちの良い書き味ではありません。インクリフィルを低粘度インキに変えてみたいと思います。三菱鉛筆ユニのジェットストリームとロメオのイージーフロー、個人的に気に入っているのはロメオのイージーフロー芯です。今回はイージーフローを装填します。それではイージーフローで書いてみます。紙の上を滑るように滑らかに書けます。ジェットストリームもイージーフローも同じように紙の上を滑るように書けるんですけども、イージーフローの方が筆圧の強弱をうまく表現できるので個人的には好きです。発色もいいですよね。しっかりと黒色が出ています。普段はあまりタメのインクリフィルに交換することはないんですけども、今回はイージーフロー芯に交換しました。とてもいい感じになったと思います。アウロライプシロンのラッカーグレー CT、 高級感あふれるデザインがとてもかっこいいです。